橋本五郎美談の騎兵その馬やだを最初にたたき起こしたのはもう相当に年をもした吾妻寺の坊様であったそう言って坊様はあるじが眠気交じりにする蔵置きをもどかしがり 自分で腹帯を締めなどしてまだ真っ暗な都の道をかけさせていった昔は F に弓取った人ででもあるのか年に似合わぬ見事な手綱さばきがちらと見えたがそれが何のための身の雪きであるか主人には聞いてみる暇もないほどのせわしい坊様の様子であったそれから四と時ばかりして今度は若い商人風の男が来た までよい馬貸してくだされそう言いながらもう馬屋の中に入ってきてせかせか馬を見定めていた若い男はすっかり旅支度をして頭を頭巾で包んでいたが主人にはそれが王子の蔵収屋であるとすぐに知ることができたの,の御用は何でございます。と主人は 急な水飼いをしながら聞いてみたが蔵主屋は満足な返事をしなかった「急な用事で」と答えたきりもう手綱の端をつかんでいたむち音を残して出かけた後間もなく麹の修験者が駆けつけてきた「どんな馬でもよい足の強いのを貸してくだされ美濃まで参るのじゃ」 そう言ってこれも主人をせき立てるようにしたノに、ごかか。ざいましたか主人は器をかませながらそう聞いてみないわけにはいかなかったいつも馬を借りに来る客といえば夜の引き明けにやって来る物運びの小物かたまに国続きの宇治へ行く商人かごくまれにさ山を目的の 身分の低いエジの人々かくらいのものだったからである夜明けにはまだ一国からの間があろう宿の表の棚や柳が暗くてまだはっきりしない自分なのにもう3人もの変わった客がそれも皆美濃へと言ってやってきたのだ主人はもうすっかり眠気を覚まされていた畑違いのお話じゃ。 お聞かせしたとてしかたもないそれよかひずめでも見てくだされ修験者はそれだけしか答えなかったそしてこれもひずめの音を高く響かせて言ってしまった表がほのかに明るみ染めたそのころになってまた3人の客がおのおの一足違いに「うまかせ」と言ってやってきた 1一人は二条の蔵書屋で1人は東参謀の学者であったあとの1人は薬師寺の僧でもっぱら医薬のことを司る有名な変わり者であったそれが皆美濃へと言って出かけていったただ最後に出かけてきた薬師寺の変わり者僧が面白いことがあるのじゃよ帰ってから話して死んぜよ それれだけ主に言ってくれた。妙な日であった8頭いる馬のうち6頭は出てしまって後には形の悪い丹波が2頭しか残っていなかったそして王子工事に人々の声や足音が聞かれ始めた自分また美濃へ行くという客が主人を驚かせた都合あって F の馬屋がどうにもならぬ。 ひとくら都合してくだされ。神のご用意上押しても頼みますぞ旅装束の子作りな絵ジが馬屋を見回してから主人に言った柔和な骨葬の人ながら言葉の端々やその態度に相当な身分を物語る何かがあった馬は同業からでも足の良いのを引いてまいりましょうどうやらお急ぎと見受けますが なんぞミノに返事でもございましたか。主人は聞いてみたくてたまらなかったそこでそう聞いた言葉の末に「もう今朝まだ日の上がらぬうちから美濃へと申されて6人ものお客様が見えました」と付け足してみた「何美濃へと言って6人もの人々が」そのは、 ひどくびっくりしたふうに見えた暗いうちからしてそれはどんな方たちだったまことに美乃へと申されたか大事らしい熱心さがその絵地の分別げなしわの多い額の上に現れていた主人はこまごまと物語ったそれから再び「なんぞ美乃に」と同じ問いの言葉を繰り返した エジは主人の言葉に耳を傾けて聞いていたが「なるほど」と聞き終わったところで言った「無理のないことじゃ修験者殿までが行かれたとはそれにしてもどこから詩人の耳へ入ったろう上へ知らせがあったのはつい昨日の晩のことであるのにいや急がねばなりませるうまうま はよい馬を支度してくてだされ。美濃は不和の氷とか聞きましたがお客様もやはりそこまで参られますか主人は到底この絵ジも詳しい話はしてくれないと考えたので諦めて最後にそれだけ確かめてみたうん、タドと思うす里まで参る。詳しい調べ事じゃ。それなり絵師は口を一文字に結んで やがて引かれてきた新しい馬に乗るとさすがにその道の人の鮮やかさで足は軽くそのまま王子に見えなくなっていった主人は首をかしげてそれを見送るよりほかはなかった令気3年秋の初め残りの暑さがまだムシムシと馬上の人に感じられるある日のことであったいわゆる 養老の滝の一件を美濃の殿様から都へ報告してきたのはつい昨日の夕景であるそしてこの美しい物語には各教をはじめ主だった役人がみんないく年か忘れていた純情を愚かにも呼び覚まされた形であった報告書の末期にあるまでもなく恩賞の儀が すぐに人々の口にのぼされてかしましかったがただの水が酒になるそんなバカな事実があるものかそう腹の底では考える人も多かった素直な仏教の信者である京らは早速恩賞のことを運ぼうとしたが理屈はどこまでも理屈でいずれにしても主張のことに関する大事であるから 一応しかとしたものをやっていま一度その事実を取り調べさせてはどうかそういう言葉が誰かからの口に出るとそれがその場合の取るべき一番正しい道とされてしまったそして人選の結果が調べごとに明るいあのエジをやることになったのであったがエジはそうした問題をどこまでも不合理として取り上げない 奇跡を信じないと主張する側の人であった主寿の犯罪捜査に従事した経験からエ治は馬宿で先発のもののあるのを聞いた時もうそれが正しい話ではないと腹に思い定めていた講師とかレップとかの出現を喜ぶ坊様はともかく理に悟い商人それも2人まで蔵主屋が出かけたことやそれから 薬師寺の変人。さらに修験者までが出かけたことを考えるとどうしてもこの話には嘘があるとする方が正しいらしいどうしてこのことが知性の輩の耳に入ったかはわからないがいつの世にしたって全てのものを歌にしてみる同情型よりは知恵一つ腕一つで苦しい生活を切り抜けていく世間一般のものの見方が たのはただの水から酒を作るそのからくりをつかんで一儲けしようという機敏さからであろうまた薬師寺の僧が出かけたのはもしやその酒というのは水に何かの薬品を作用させたものではあるまいかその研究上の懸念からであろうし修験者の目的は そうした理由以外のやはり話のからくりを発見し己の術に深さを加えようという魂胆に違いない年を召した坊様以外には誰もその講子を孔子とも酒を酒とも考えてはいないのだ道場型の頭はどうしてあ,あものんびりとものを考えるようにできているのだろう。エジは 馬上で思わずそうつぶやいたくらいであった何にしてもこの話にはどこかに嘘が混じっているそれを研究して同情型への土産にしようエジの心は馬の足並みに勇むのであった翌日の夕景エジはようやく目的の国へ到達した馬を歩ませてゆく道道 すでに感じられたことではあったが門の里は近況から集まってきた物珍しさの人々や都の酒造り同様何かを目的とする煙獄からの商人やで大変な賑わいさであった静の布施屋が一夜造りの泊まり宿になっていたり居酒屋が誰でもの休み場となっていたりした江路は居酒屋の一軒に入ってそこの主人に事の次第をまず訪ねてみた。 主人は我がことのように誇り顔にその小さじという格子について身振り手振りで長々と話して聞かせるのであったそれによると殿様の心を捉えたその格子は酒好きな病気の父に飲ませるために自分がいささか薬草の知識のあるところから農事の暇には山に入り薬草を採取してこれを町に潔ぎ 金にえて、長い間屏風を楽しませてきたものであったもちろん貧乏はこの上なくそうして毎日いくらかの酒を買うことがもうその小さじの精いっぱいであった親一人子一人のそうした小さじの真心に対して「どうした天の狂いからかこの秋初め毎日毎日の長雨であった」 農どころか山へ薬草を取りに行くことさえできなくなってしまったのだった父は病床で青い顔をしていたそして時折壁のひさごへ目をやるのであったがもうその日のかゆに事を書くほどな小さじの実には父がそれと口に出さぬだけにそれはたまらない苦しさであったやっと日の光を見ることのできる日が来たので。 今日こそはおいしい酒を買ってまいりますぞそう言って小さじは山へ出かけたのであるところが頼みにしていた薬草は大方は雨のために腐って物のようには立たなくなっていた暮れ方近くまで彼は山の中を探し歩いたがどこにも金になるような薬草はない こったことだ。父の青い顔が浮かぶ酒を持って帰るといった自分の言葉が思い出される小さじは思いまどった末に足元を流れる滝川の水が全部酒であってくれればと思ったそして何気なく手にすくうと思いもかけずその水は酒のにおいを発散させた。 やっと舌にのせて味わってみるとうれしいやそれは極上の酒である踊り上がって喜んだ小さじはそれをひさごに詰めて持ち帰り廟婦に酒と言って与えてみた廟婦は一段と良い酒じゃそう言ってごくごくと喉を鳴らした小さじにはそれ以後薬草採取の心配はなくなった 滝の水さえひさごに詰めて帰ればよかったかようにして10日に近い焼け暮れがいとも平和に続いたのであるがこのことは同じ農民の間にすぐにうわさの種となったどうして小さじはああして毎日のように酒を買うことができるのだろうそのうわさがついに殿様の耳へまで入り やがて宮城への報告とまでになったのである。酒造りのところからまさか盗んできたのではあるまいな。アルジの長物語を聞いてエジは早速にそう疑った。がアルジの答えでは当時その考えが噂をするほどの誰の頭にも一ばんに浮かんでいたが、絶対にそんなことのないのがまもなくわかったとのことであった。 何様、ここの酒造りはかしましい方でございますからな。はじめはやはりその考えでお調べになっておいでになった殿様も、ついには天が孔子を助けたのだと、こう仰せになりましたほどで。里の者も幾人かはその酒を味わったそうでございますが、皆、結構なお酒じゃと申しておりますので。主人もそう説明した。小さじ。 そそれからその2人以外に里の者が飲んでみて酒だというのであればそれは確かに水ではないのであろうまた雑種屋から持ってきたものでないとすればやはりその水が酒に変わったと考えなければならぬがただの水がひさごに詰めるだけのことで正真正銘の酒になるとはどうしても信じられない。 エジはふと小さじが薬草の道に明るかったという事実を思い出してそれはやはり薬の作用でどうにかしたものに違いないと推測した殿様もそれを味わってみられたのかなえじは半ばつぶやくように質問したひさごに残っておりますのと主人ますます得意になって答えた 里の者が一人一人、一番おしまいに殿様が一口ずつ口に入れてみられたのでございますよ。ああ、良い酒じゃと、里の親父が申しました。なるほど、結構じゃと、その次に口にした若い者も申しました。殿様も、見事な味わいじゃと申されたそうにございますよ。なお、 居酒屋の主人の説明によれば山の滝川で小さじがその水をひさごに汲み入れるところから家に持ち帰って屏風に舌包みを打たせるまでずっとそばについて試したのであるとのことであったそれではひさごの中までもお調べになったはずじゃなエジはそう言って腕を組んだ主人から聞き出した事実では どう考えてもそれは奇跡なのであった薬品を作用させたものに違いないという最後のエジの考えもこれでは何の力もないことになるのであった仕方がない明日自ら小さじとかいう若い男に会って主人の話が事実かどうか自分で試してみるほかはあるまいそれが事実なら潔く 孔子の誉れをたたえるばかりだ。その夜はその居酒屋で寝苦しい幾時かを過ごしたのであった小さじの家は山の麓にあってみすぼらしいあばら屋であった服している父という男は頬骨のとがった眉間の狭い人間であった色の浅黒いのが病気というよりは一癖ありげな男に見せた 小さじは顔のつやのいいおとなしそうな青年であったわずかなことから人々が何かと騒いでくれるのが裏恥ずかしいらしい様子が多分に見えていたエジは小さじの案内で問題の山に登っていった登りながら空のひさごを手にしてみたがそれは何の異常も認められぬひさごであったそればかりか 毎日,毎日酒を満たしているというのに口に鼻を押し当ててみても酒らしいもののにおいすら嗅ぐことはできなかったこの滝川でございます。とやがて小さじが止まった深くはないがきれいな岩床の流れであった小さじがそれをひさごにすくう前にエジは自分で手ですくってそれを口に含んでみた 冷たい冷たい水であった。何の匂いも味もしない水であった。私も不思議なことに思います。こうしてひさごに詰めて帰れば立派なお酒になってくれるのですから。小さじはそう言って、滝川の水を滝川の水をいっぱい手にした。ひさごに満たした。それから2人は山を降り始めた。 山を半ばまで下りた時エジは小さじ2坊てそのひさごからわずかばかり中のものを口にしてみたまだ酒の味もにおいもしていなかった冷たい冷たいただの水のままであった山を下りきって里の家々の屋根が見えるようになった自分 ひさごの中のものを味わわせてくれるようにと頼んでそれを試験したがやはりまだそれは何の変化もない元からの水にすぎなかった小さじの家に帰った時エジはもう一度それを繰り返したがまだ水は酒になってはいなかったその時小さじの家には天の酒を一口でも味わって 世の思い出にせんとする里人や10名近くも集まってきていたまたその後ろの小さじ一家を見舞うためか少し遅れはしたがエジらが家に帰るとほとんど同時にいかめしい顔の殿様も二三の友を従えてやってきていたまもなく久子は妙婦の手に渡され妙婦は喜びを表に表して それを口に持ってゆくのであったエジはその病夫の手元や袖の辺りやを恐ろしい真剣さで打ち守らなければならなかった病夫は殿様の方に向かって一度感謝の意味らしいまばたきをやってからまずごくりと喉を鳴らしたそれから嬉しげに片手で胸をなで下ろして ああよい酒じゃと言って二口目をまた口に持っていった人々の口からかすかな叫びが起こったがエジの心持ちはそれ以上であった酒になっていると思うと危うく倒れそうな心地さえしたやがてひさごが妙夫の手から年寄った里人の手に渡された そのロヤは震える両の手にひさごを一度押しいただいてから袖で幾度もおのれの口のあたりを拭ってやがて一口ごくりと飲んだ。ありがたいお酒じゃ。これでもう思い残すことは何もない。ロヤはそう言ってひさごを次のローバにいただかせた。ローバも。 同じしぐさのあとにその一滴を口に入れた「おおありがたいことじゃありがたいことじゃあ」老婆はそうたたえて次へ渡した次の者ももちろんこの天の微力を褒めたたえた次の男もその次の女も一様に 孔子の徳と天の心を霊算したそうしてやがてひさごはエジのところへも回されてきたのであったエジが不思議な心持ちでそれを口の辺りへ持っていった時「もし」と屏風のとこの傍らから人々を順に見渡していた小さじが言ったご一緒に山へ参られたお方様。 どうぞよくお試しなされましてこの父を喜ばせてやってくださいませエジはハッとして手を躊躇した瞬間に自分をいぶかしげに見つめている殿様の瞳を見ためったな言葉は白米ぞひさごの中がたとえ水のままであったとしても酒だと言って悪いことはないではないか ただこの一時で多くの人々が親を敬い天の恵みに感謝する気を受けるではないか間違っていたとて過ぎ去ったことをどうするのだ酒と味わえ酒と大きな声で叫んでやれそう殿様の目は語っているかのように絵路には見られた。 えじはごくりと一口やった。それからいかにも喜びに満ちた声を上げて「ああよいからよいからこの酒この酒」の酒とひさごを頭上にかざして踊るようにそのあばら屋の土間を一回りしたエジが小さじの家を出たのはそれから間もなく里人が有頂天になって奇跡を語り合いながら 江路は苦い顔をしていた都へ取って返すべく馬上の人となった時もなぜか難しい顔つきをしていたエジが口にした天の微力はどんなに苦かったか甘かったか都へ帰ったあともこのことに関してはエジは簡単な報告を絵笛したほか 誰に尋ねられてもそれを語らなかったともあれエジの出て行ったあとの小さじの家では「ハハハハハと妙夫が潤いのない声で笑っていた「おかしいと思うならいくらでも調べに来い」だが貧乏の底で長い間考えた俺のこの最後の仕事が せがれも知らぬこの仕事がそれほどやすやすと見破られてたまるものかただの水とは分かってもどうだ酒とより他には言えないだろう何度でもやってこい褒美の金を下げられるまでは死ぬるまで俺が頑張っていてやるのだそんな響きが。